はい、皆様おはようございます。朝ドラお茶のまこきたさんです。今回は2025年度、来年ですね、後期朝ドラ作品バケバケ、現在放送中のおむすびが終わりアンパン、その次がバケバケと制作されていくことになりますが、今回はバケバケの主人公でヒロイン役となる女優は誰なのか予想を紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。バケバケは今年の2024年6月12日に制作決定がなされています。松江の没落士族の娘小泉節がモデルの物語ということで、アンパンに次ぐですね、史実ものということになりますね。節は外国人の夫小泉八雲とともに怪談を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で生まれてきた名もなき人々の心の物語に光を当て、代弁者として語り紡いだ夫婦の物語のようです。小泉八雲は名前はよく聞きますが、アイルランド系ギリシャ生まれで、帰化前の名前はパトリック・ラフカディオ・ハーンのようですね。段々以来の島根県が舞台となる朝ドラのようですが、果たしてバケバケの節役を演じるヒロインは誰なのでしょうか。予想をしてみましたので紹介していきます。はい、それでは予想の方をしていきたいと思います。パターン1というのは、よくあるパターンで過去に朝ドラ出演していた俳優がヒロインに大抜擢されるパターンです。過去作にはひよっこの有村架純さん、おちょやんの杉咲花さん、最近では虎に翼の伊藤沙莉さんもそうでしたね。まず候補1人目は小芝風花さんです。小芝風花さんは朝が来たでヒロインの妹役を演じていらっしゃいました。しかし小芝風花さん、2025年大河ドラマベラボーでメインのヒロイン役を務められるということで、ちょっと撮影的に難しいのかもしれないですね。続いては松本ほのかさん。松本ほのかさんはひよっこでヒロインのラジオ工場で同僚役を務めていましたね。松本ほのかさんは現在放送中の月9ドラマ嘘ときレトリックで主演を務めていらっしゃいます。続いては小野花梨さんです。小野花梨さんはカムカムエブリバディでヒロイン安子の幼なじみ役を演じていらっしゃいましたね。小野花梨さんも現在放送中のスノードロップの初恋で、ヒロイン役を務めていらっしゃいます。4人目は河合優美さんです。河合優美さんは2025年度前期作品アンパンでヒロインの妹役を務めていらっしゃいますから、これも撮影的にどうなんでしょうね。非常に勢いのある女優さんだと私は思っています。河合優美さんのドラマはかぞかぞと言われる NHK の夜ドラで主演を務めていらっしゃいます。続いてはパターン2のケースです。パターン2とは朝ドラ初出演にしてヒロインに大抜擢されるパターンです。過去作にはあまちゃんの能年玲奈さん、現在ののんさんですね、夏空の広瀬すずさん、舞い上がれの福原遥さんなどが挙げられます。パターン2の場合、芦田愛菜さん、誰もが知っている有名な子役からのキャスティングありえそうですよね。神木隆之介さんも子役出身ですが、ランマンでは主人公役に抜擢されていましたね。そして芦田愛菜さん、ドラマ本編には顔出ししていないんですが、満腹ではナレーション役を担当されたようです。しかし芦田愛菜さん学生なので
学業との兼ね合いということになりますから、その辺でクエスチョンマークがつくのかもしれないです。続いては山田アンナさん。清楚で透明感のある若手女優さんだなと思っていましたので、朝ドラの顔としてふさわしいのではないでしょうか。過去には大河ドラマ花もゆに出演されていたようです。最後は業界でもささやかれている人物、森川葵さんです。どういうことなのでしょうか。本作品バケバケの脚本を担当する藤木光彦氏が過去に手掛けた作品褒める人褒められる人で森川葵さん主人公役を務められたようですね。ですから脚本家つながりでのキャスティングとなると森川葵さんの可能性が高めになるのかもしれないです。皆様の予想もぜひコメントいただければ非常に嬉しいです。はい、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。それでは次の動画でまたお会いしましょう。